おねごりさん。はい。あなたがね、提案した、問題のお便りコーナーにお便りが来ております。問題のお便りコーナーなんてありました？みんなの性的得意点。ああ、いいじゃん。こちら。よかった。ね、どういうコーナーなんですか？僕が、しゃくれてる人に興奮できないって話ですよね。だから、もともとは。そうですね。なんか、興奮できないっていうか、こう、いざという時、こうね、なんか、ね、盛り上がらない気分が。ってことで、みんなそういうの、あるのかなっていう。なるほど。お便りもね、募集。だから私はこういうところがあると、なんか萎えちゃうとか。お便りはあれだよね、確か。男が甲高い声で喘いでると、枯れるって話だったもんね、確か。前回、そうですね。そうそうそう。はい。ということで、改めてちょっと、いただいたので、ちょっともう、とりあえず私が読み上げさせていただきますので、ご意見をください。はい。ラジオネーム。大蛇大蛇大蛇さんからです。喘ぎ声がでかすぎる女、もうそっちにしか気が向かなくなるっていうことです。大変だね。まあ、声が大きいっていうのはね、もう何事もそうじゃないですか。何にしたって声がでかかったら。確かにね。仕事中も声でかかったら気になるよね、そのもうなんか、周りへの、そう、まだラブホだったらさ、みんな大声出してるようなもんだから、いいんだろうけど。動物園ですよ、ね。そう。ちょっと、ね、家とか、もうなんならそのあんまりしちゃいけないような美女とかね、だったらもう。いや、あれですね。なんか情報量を取るのって視覚の方が多い気がするんですけど、なんかこう攻撃力って音の方があるから。まあそう、まあ、単純に鼓膜にダメージは入ってるしね。大声って。そう。なんかちょっと話題になったの、TikTok で、なんかこういったなんか動画が出てきたんですけど、はい、見ました？なんか、どれだろう。最近、そういうのいっぱい見る気がするんだよな。やめてください。社会が終わってるみたいな言い方すんの。まあでも、それって、いろんな人が気軽に動画撮れるようになったから、はびっこってんだよね、絶対。もともと、見えるようになったんだけど。そう。もともとある問題であったはずなんだよね。そう。やっぱなんかそういった、まあ、多分調べれば出てくると思うんですけど、なんか。うん、それって男の声、女の声。男の人ですね。なんか、なんか、そういうのじゃない？なんか、ま、外撮ってるやつ？そうです。カメラの上が外撮ってる。外撮ってる。はい、わかりました。はいはい。これはちょっといろいろ調べてみてください。見たことない人は。これすごいです。いやー、ね、あれネタじゃないならすごいよね。ネタじゃなかったら本当に。ネタであってほしいもんね、もう。あれはやばいですもんね。なんかその、ネタだったら怒れるじゃん、ちゃんと。人様に迷惑をかけるなと、外で大きい声だし。はいはいはい。もう本当だった場合さ、なんかこう、100で怒れないよね。まず、おもろしろすぎるし。そう。まあ、快感に抗えっていう怒りですかね。ねえ、なんか、その、だから、この人も、言いづらいんじゃない？そう。声大きくない？まあ、それをじゃあネットに出して、うん。っていうことですね。しょう、ああ、違う、この今回お便りの人ですね。お便りの人が、そう。いや、まあ、確かに。これがなんか、それを抑えたことでさ、ね、相手が逆に萎えたらもう、なんかそれはそれでなんか申し訳なさになっちゃうしね。優しい男ってことですか？どう？でも我々に伝えてるのは良くないよ。で、ね、こねくり回しちゃうから。間違いなく。これをどうしたらいいんだろう？もうタオルかませるしかないよね。そうですね。なんか、せっかくならね、なんかタオルかませるとかよりも、なんかこう、噛んでしていいもの。ああ。グッズは、ほら、なんか、マウスピースとかがいいんじゃないですか。ふぐって本当に。ほうでもない。ふぐっていうだけの。それが新たな得意点を見せる。やだ、途中でコパーって出てきたら、それ。入れ歯みたいに。入れ歯それで、コパーってなんか出てきた。それはそれでない。難しいね、大声って意外とだから。まあもう自分が耳栓つけるとかね。いや、そういう雰囲気になった瞬間、耳栓つける人、怖ちょっと待って。ウレタンのね、ちゃんとした耳栓をぐるって入れてたら怖いけど。もう全部ボディーランゲージでそっから進む。基本は。野球のサインみたいに。交通整理みたいなこう、動きになるかもしれないですね。でも耳ね、鼓膜もダメージ入るから、だって抱きかかえられないわけでしょ？女の人。まあまあ、密接するわけですよね。言ったらもうね、耳にうわーってやれて、ギャーってなっちゃうから。大変だな。どうしてんだろう、普段。まあ、納得ではありますね、これに関しては。この得意点は、まあ、しゃーない。いっぱいいるだろうね、なんかこういう人がね、もう。はい。まあ、あなただけじゃないですよ。はい。もう一通届いております。お
同じコーナー？はい。よかった。ラジオネーム、ヨネズッチですさんからです。女性器を舐めてほしいとのことだったので舐めようとしましたが、道頓堀川の匂いが漂っており、すべてが悩ました。頑張ってペロペロしました。とのことです。ああ、素晴らしいね。結局、最終的には献身的にお舐めになられたということで。なんか、五感を一つ一つ潰している。確かにね。耳、鼻ときてる。この人なら味覚もね、危ないもんね。ああ、まあ確かに。これは、なんかこの、舐めてほしいって言われてさ、じゃあ、って失礼して、くさって言えないじゃん、その雰囲気で。そうですね。どう、頑張るこれこそどうしたらいいかわかんなくないですか、その、ねその、好き、舐められるの好きなら荒いようだしね、こっちから、その、正しい意見としてはね、もう、うん、だって、男側がね、チンカスまみれのチンポを、舐めさせるわけにはいかないじゃん。いるかもしれないじゃないですか。もう、それはいるだろうね。いや、これ、頑張ったのすごい。ってか、そんな臭いことあるのね。まあまあ、でもこれってね、なんかそれこそね、なんか病気だったりとか体質だったりとかいろんな要因があるから。行った方がいいのかもね、もう逆に。ちょっと、さすがに病院じゃないとか。でも、わかんなくないですか？これがさ、なんかこう経験人数豊富な人だったらいろんなの知ってるから あれですけど向こうがじゃなんか女性側が、はいはい、男性側あ男性側はいはいそうただこれがもう本当に例えばこの人しか知らないだったらそれがスタンダードあーなるほどねグローバルスタンダードだって思われこの人の感性からしたら女性器はみんな道頓堀側かもしれないってことねそうそうそうってなるとなかなかもうそしたらもうただの失礼になるじゃないですかその失礼というか女性型って、まあね、お前の ね自分の股の匂い嗅いだかなことあるのかって話だもんね、まあ、そもそも、ね、そう、だから、なかなか難しいというか、そういうのってやっぱり全部経験なんだろうなっていう。確かに。もうみんな匂いこんなもんだしなってなっちゃうのかもしんない、うん。どうなんだろう、これさ、この後、だってペロペロした後も、まだ続けるわけでしょ、いろいろ行為。はいはい。続いたのかな？続いたんじゃないんですか？もう頑張ってさ、ね、ペロペロするわけじゃん。もう、そのなんか興奮させようとかいう、あれ、気力も多分ないのよ、多分。うん。あの、頑張って、舐めるってことだけに集中してるからさ、と。登山と一緒ってことですか？そう、チンチンはもう一回ここで全内するわけじゃん。もう得意点に投稿してるぐらいですよ、だって。性的得意点。まあ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 。その後もう一回ね、奮い立たせて、合意に及んだ。その心意気？これは男ですよ。ちょっとよくわかんないんですけど、この感性に関しては。でもそういう、まあそうじゃない、うん、まあ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 、だからこれに関してはね、その、まあ献身的な気持ちがあるっていうことだったら、いいことなのかなと思いますけど、ね。確かにね、もうその女引っ張って帰りましたじゃない、ならまだいいんじゃない、うん、こうやってラジオに書くことで発散されるんなら。まあただ、ね、自分の思ったの匂いも一回気にしてみたら。でも、嗅げなくないですか、うん、そんな。嗅いでもらえるよ。臭いって。これがもう本当に初めてどうしたったらもうなんか確かに臭いなんて言えないか魔境だったのかもしれないそこは匂いのそのラブホだったらねその後入った掃除の人おえってそんな残る匂い残ってるのかもしれないゴミ箱とかねひっくり返しただけでもなるほどねまあまあこれもでも結構あるのかな夏ありそうな多いんじゃないうんイメージですねもっと変なの欲しい。そうですね。正直今お便り、まあありがたい感じ。あるあるになっちゃってるでしょうけど、そうそう。なんかもっと。僕のしゃくれてる人がちょっとあれっていうのが一番おかしくなことになってるから今。なんかこう、なんかね、こう、逆立ちの姿を見たとか。そうそう。恋人面白いエピソード欲しいなってこっちは。喘ぎ声がぴょにゅ、ぴょぬーだったみたいな。ぴょぬーはないね、絶対、ね。そうそう。そういうのが欲しいかな。もう元どしどし、どぎついエピソード。創作でもいいんでお待ちしておりますんで。あの、どぎつくてもいいので読みやすい言葉選びをしてくれると助かるかなと。綺麗にどぎつくお願いします。そうですね。はい。ということでね。お待ちしております。今回も、はい。本編も行きましょう。お願いします。よし、ここ。骨代わりのラジオ自己満足。ちょっとここ最近、はい、2周年のため撮りだったりとか、はい、両者体調不良だったりとか、はい、僕もちょっと録音段階では分かりません。まだ鼻声かも。私はとりあえず復活した。お、素晴らしいですね。あ、僕も料理の味はそれなりにします。よかったね。はい。じゃなくて、うん、っていうのを撮ってるせいで、
はい。ちょっと私が全然話したいこと話せてない。何？何もないでしょ、どうせ。ことですね。ちょっと私がね、1ヶ月半前に行った、この収録タイミングベースで。そんな前でした？はい。ちょっと旅行に行ったので、ちょっとその旅行の話したって。まずさ、旅行って言うけどさ、はい。1ヶ月半前なんかもう6月の頭の方じゃないですか、多分。はいはいはい。何のタイミングなんそれは。そこも説明があるってこと？タイミングは、特に。長期休みでもないし。ああ、なるほど。ないです。なんか、どこに行ったかっていうと、まず新潟に行ったんですね。うわ、またこれ。はい。で、これなんで新潟なのかっていうと、はい、大学時代の友達、うん、もう数少ない友達の中で、1、2を争うくらい仲いい友達が、新潟出身で、大学で新潟から上京してきたんですけど、就職は新潟でしたんですよ。うん、おー、U ターンだ。そう。U ターンして、で、まあ、大学の時から、新潟は気になるわ、みたいな話してて、で、友達も戻ったんで、いつか新潟行きたいわ、みたいな話をしてたんですけど、うん、結局それって、そういう話だけして、実際しないみたいなのあるじゃないですか。まあ、話のね、流れみたいな感じで言うだけみたいなことが多いのかね。で、それが嫌すぎて、口だけになるのかね。そう、口だけなのが嫌すぎて、向こうがちょっと誕生日があって、うん、で、その誕生日のタイミングで連絡した時に、ちょっともう、もうそろそろ行くわ、みたいな話をして、普通に土日に、休みを前後にガチャンって接続して、2泊3日で新潟に行ってきたっていう感じですね。まず、もうその時点で、はい、その友達はもう新潟にいるんだよね。新潟にいます。一人で行ったってこと？そうですね。なので、一人で行って、新潟の友達だって、なんか二人でずっと行動しましたね。何で行ったの？新幹線。北陸新幹線？北陸新幹線で新潟まで行ってっていう感じですね。で、なんて言うんでしょう。新潟が地元の友達なわけで、うん、なんか新潟の、なんと言ったらいいんでしょう。観光地みたいな、こう、ガイドブックとかに載ってるみたいなのっていうのももちろんあったんですけど、基本的にはもう友達に全任せ。もう何も調べず行って。うわ、いいのそれ。で、友達。怒られない？友達が案内したいところに勝手に連れてってくれるっていう。あ、向こうが乗り気ならいいよ。そうなんですよ。向こうも、新潟、結構地元の友達とか多いタイプなんですけど、うん、新潟外の友達が新潟に遊びに来ることが初だったみたいで。なるほど。そう。結構向こうも、嬉しさもそう、喜んでくれて、はいはい。で、2泊3日だったので、もう、すごいです。待って待って。はい。そんな回るとこないだろ。ああ何があんだよ。実際そうかもしれないですね。ちょっと、否定してくれよ。いや、でも、否定するとこじ。僕、全体としてまず、初めて日本海を見たんですよ。ああ、なんか言ってたね。僕が富山行った時に、そう。日本海見たことない。日本海良すぎ。太平洋。何がよ。いや、それは汚いかもしんないけど、太平洋。太平洋汚くて、うるさい。日本海もううるさいよ。日本海の方が静か。そんで、わかんない、その感性は。どういうことよ。太平洋の方がうるさいっていう。まあ、でも。日本海の方が、はい、崖がっちなイメージあるから。あ、そう、なんかこう、ビーチって感じじゃないですよね。ないよね。でもこう、なんて言うんでしょう。僕が太平洋に対してあんまいいイメージを持ってないから相対的に上がったみたいなところは、あるかもしれないですね。今回もね、連れ去られる。なんもないです。その話も盛り上がりましたけどね。最悪、あそっか、たどり着くのか。で、なんか、工程としては、工程時系列じゃなくて。ああ、そう、時系列って言うんですけど、はい、全体で言った方が良くて。ああ、はいはい。で、2日かけて新潟を一周したんですよ。え？あんな細長いのに。そう。で、行って、で、まず最初は新潟駅で友達と合流して、ちょっと新潟駅だけマップで出していいですか？はい。どのあたりだろう？どのあたり？新潟駅って真ん中なんですよね。細長の。ざっくりですよ。ざっくり。新潟駅。ぽいぽいのぽい。おー、ほんとだ。本当に真ん中だと思う。海際。あ、そうです、そうです、そうです。はい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 。で、そこから、ですね、徐々に北上していった感じなんですね。はい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 、で、なんか、例えば、新潟市内の、有名な神社だったりとか、はぁ。というところも行きましたと。ほう。ただ、神社良かったなーっていう感じなんで、割愛しますわ。はいはい。神社だね。そう、神社っぽい神社ね。そうそう、神社良かったなーで。で、そのまま北上してって、最終的に初日は、
山形との県境くらいまで行きましたね。ほう。そう。結構な山じゃないもん。結構な山で、なんで、そこまで、ただ、山形のとこ行くまではもうずっと海岸線沿いをずっと行って、日本海最かーって言いながら、ずっと降りましたか。高速道路？いや。じゃない。あー、よりも、右側がある。全然下の、本当に海岸線のラインを行ってる感じですね。国道345とか、かな？はい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 。それで、お昼は、へぎそば。新潟の名物ですね。あ、出た。はい。とか、漁師丼みたいな食べて、で、行ってぐるっとして、道の駅でね、畑のアイドルたちっていうのを、めちゃくちゃ農家にずらっと行って、最高ーって言って、僕、一人一人写真とか撮ったりして。で、はい、海のとこ行ったら、なんか、海の、その山形と県境あたりのところで、なんか、神社というか、鳥居が海のところにわ、ぽつんってあって。え？おう。でも、そこがめちゃくちゃ景色綺麗でしたね。ちょうど、4時くらいで日が沈むよーくらいの時間だったんですけど、この時僕骨氷さんに連絡したんですよね。あ、この時かわかんないですけど、この時の写真送ってます、あの鼻毛出てるやつなんか見た気がする。いつか覚えてないけど、めちゃくちゃ前すぎるな。めちゃくちゃ鼻毛出てる。我々連絡取りすぎてるじゃん。過去ログ探るの大変なんだよ。ちょもう一回送っとく。あ、ちょっと見る。最近ちょっと画面テロ送ってくるからよ伴侶のだからこの人さFF16 良すぎとか言って泣いてるとこが顔面ドアップ送ってきて本当に汚かったもん一応今骨氷さんにはその海の写真とかを最初に送っときます。あ、はいはいはい。そう、これで花しいね。そう、鼻毛が出てたりする写真はこれかな。なんかさ、あ、でも6月か。鼻毛出てるね。鼻毛ってか、鼻くそ見てんだよな。お恥ずかしい限り。鼻くそピロピロなってる写真だもん。それで、はいはいはい、そのまま1日目で、また新潟市まで戻ってくるんですよ。夜。え?9時くらいかな。結構な距離じゃない？でも。9時くらいに戻ってきて、まあ、一日目終了。はい、で、二日目は逆に下の方に行きました。はいはい、もう、富山、石川富山。あ、そうです。富山との境のところですね。はいはいはい。で、泊まったところなんですけど、あ、ま、そうだ、友達にお世話になってるので、あれなんですけど、うんうん、実は友達、地元に U ターンしたとはいえ、友達が今住んでるの実家じゃないんですよ。あ、まあまあまあ、あるな。そう。で、それが、実家が新潟市。うん、で、今住んでるところが、糸魚川市っていうところなんですね。糸魚川市。で、糸魚川っていうのは、その、富山との境の方にある。翡翠とかが取れることで有名な町ですね。はい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 。もう写真めっちゃ田舎やん、これ。そうなんです。まあ、なので、1日目は、新潟市まで戻って、友達の実家に泊まらせてもらって、で、二日目は下の方まで行って、友達の今住んでるところに泊まらせてもらった。ん？新潟の実家泊まったの？あ、そうです。おら、実家に友達泊めるすごいね。そう。泊まらせてもらって、で、二日目は友達の一人暮らしてるとこ泊まって、はいはいはい、で、これが土日だったので、うん、僕本当は日曜の夜に帰る予定だったんですよ。まあね。でも、なんか、別にもうちょっといてもいいかと思って日曜泊まらせてもらって、僕月曜日休み会社取って、友達は会社があったので、友達が出勤するのと一緒に家出てて僕は帰りましたすっごいっていう流れだったんですけど、はい、ちょっとね、やっぱり実家に泊まるっていうこと、ちょっとこれについてちょっと聞きたい本題これか。そう、友達の実家に行くときのマニュアルみたいのって、誰か持ってないですか？まあ、ちょっと。ない。いや、僕、ね、意外と泊まったことあるなって思って今考えた。あ、本当ですか？友人、まあ、うん、まあ、実家っていうか、まあ、その高校ぐらいの時だからね。なんか実家感もあんまないけど。ちょっともう難しくて、っていうのも、なんか、うん。至れり尽くせりだったんですよ、正直。まあ、なんかね。そうね。そうなるね。一応僕、手土産を持ってってて、実家に泊まらせてもらうということで。ほう。で、ちょっとすっごい僕は挑発的なことをしてしまってですね。新潟にもうずっと住んでる、その友達のご実家なのに、
あの、米菓のお土産を持ってくっていう感じで。うわぁ、挑むねいや、なんか、あえてかなと思って、その、挑むねえ、あんた。その、新潟の人は新潟の米菓に誇り持ってるからこそ、それしか食べないかなと思って。漁港にエビセン持ってくみたいなかもしれないね。そうそうそう。逆に、それあったら面白いかなと思って行ったんですけど、はい。まあ、ご実家泊まらせてもらってすごい、あの、遅い時間になっちゃったんですよ。その、長いから、ね。まあまあ、今の予定聞いてたら結構。だから、本当に家着いたのが、10時前とか。はい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 。なんですけど、なんか、ご両親、お二人とも起きてて。あら。で、なんかわざわざ、なんか、お迎えしていただいてすいませんって言って、僕はお土産を渡してと。あら。でも、それはいいんですけど、なんか、僕に対してのお土産が、なんか、めちゃくちゃあって。あら、そんな、本当に誰も来ないんだね。なんかね。いや、でもなんか、友達が泊まることあったらしいんですけど、久々っていう感じではあったみたいですね。まあでも言うて地元の友達だしと思って。人情だ。でもらっ、なんかその時も、なんかご飯のため、なんか、なんて言ったらいいんでしょう。茶飯っていうなんか新潟で、なんかちょっと、ああ、見たことある。茶飯と、すごい、なんか、それっぽいも出してくれんだ、まず。そばと、なんかあと、日本酒が5本、ドン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 ってなって。それちょっと怖いわ。で、飲んでいいよみたいな。で、いやいやーって言ったら、なんか後ろからこの箱に入った日本酒出てきて、なんかこれって言って、まずはあの 720ml の、その地元のお酒、八海山の、なんかかなりいいやつをもらっちゃって、え？あら。もう、すいません。もうなんか本当に遅い時間になっちゃってって言って、返すものないのがあれだよね。そう。で、なんか本当に、もう僕なんて、本当に泊まらせてもらってるときは本当に申し訳ないじゃないですか。まあね。そう。なので本当にそんなに、でもすいませんって言って、で、もう、ご両親とかが日曜日とか結構お仕事だったりとかっていうこともあったりしたので、はい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 、なんかそのままもうすぐ、寝床に入られてって感じで、いや、なんかそう、待っててもらってたなら申し訳ないなっていうのと、うん、僕結構友達のお母さんと話すのがめちゃくちゃ好きなんですよ。はいはい。そう。だから話せなかったなっていう。うん、それはしゃあないよ。そうそう。だから、時間は限られてる。まあ、今度、またなんか行きたいなと思ってて。ああ。ただその時、なんか、いい立ち振る舞いはないかなと思っててですね。どうしたらいい？結局、その、友達との、友好度が、その、立ち振る舞いに関わってくるとは思うから。まあまあね、一概にっていうのは難しいですよね。難しい。僕も仲いい人の家しか泊まったことないし。でも、にしても手厚いね。本当に手厚い。本当に、初めましての状態なのに、ちょっともう、だから、ちょっと今回挑戦的なことで言ってこういう目に遭ってしまったので、次は、事前に友達に、お母様とお父様の、お好きなものをヒアリングした上で、それぞれ持ってお伺いしようかな。それこそ、埼玉のなんか持ってったらいいんじゃない？そっちがそっちで来るならもう。そう、それはね、あります。それがベースですね、やっぱり。やっぱ、そうだね。遠いとこ行くなら、まあ、自分とともを持ってくわな。僕が今回ちょっと気が狂ってしまって、ちょっともうこれ、でもその手厚さ、さすがに想定できない。いや、そうなんですよ。すごいね、人柄だ。で、そう、ご実家で、あれなんですよ、ワンちゃんを飼ってて。ら。ちょうど、あれは、チワワ？なんか、チワワとポメのミックスみたいな感じで感じたんだけど。あ、はい、はいはいはい。もう、私に牙を剥いて、もう、え？もう、すごい。敵になんだ。なんか、敵になんだね。すごかったです。なんか、ずっと吠えまくり、夜中11時。で、チワワの血だ。ごめんなさい、ごめんなさいって言って、私はその、ご用意いただいたその寝室に避難をしてっていうところがちょっと苦い思い出ですね。しょうがない。チワワって吠えるし。吠えるね、チワワ。吠えるよ、マジで。ああ、でもお風呂とかも借りたの？いや、その時は、銭湯みたいなとこ行ってから行ったんで遅くなったと思うんですよ。ああ、はいはいはい。銭湯行ったの？銭湯行きました。いいね。そう。で、寝た？寝て？で、まあ初日は寝て起きて、で、お父様の方は普通にお休みだったので、すいません、お父さんとにお世話になりましたって言って出て、うん、下の方にぐんぐんぐんと、行ってですね、うんうん、で、なんか写真を見ながら、でも言うて、もう、はしょはしょのはしょをしながらなんで、大変あれなんですけど、これ、糸魚川って読めないよな。糸魚川って読めないですよね。で、あ、そう。それで、二日目の朝なんですけど、うん、友達の計画的には、うん、実家から多分車で5分とかのところがもう海なんですよ。ああ、そんな海際なんだ。
すごいね。5分10分。まあ、でも新潟駅がもうそんなとこか。そうなんです。なんで、あの、友達が、あの、好きなパン屋に行って、パンを買って、あの、朝食海でモーニングっていう。うわぁ感じで、最高って話をしてたんですけど、なんと二日目ですね、お母様がそのパン屋にもう前日に行ってパンをめちゃくちゃ買ってきてくれてるっていう。え？なんか、すごいね。そう、朝食にパンまで全部ご用意いただいてて、で、すいませんってこれもう言うしかなく、そのパンを、本当は買いに行って海行くって立ったんですけど、それを持って、海に直行。あら。しかもね、これ僕全部美味しかったのもちろんなんですけど、うん、なんか一人当たり4つも用意してて、さすがに、胃のキャパがちょっと。そう。一個で十分だもんね、そもそも。もう、これ四つしっかりいただきました。あら、もう、うまかった。もう最高でしたね。うまかったんですけど、うん、全部、あの、ヘビー級なんですよ。あの、パンにベーコンが巻かれてて、その上に、あの、目玉焼きが乗ってるやつが一個だし、はいはいはい。あとは、その、ブルーベリーとあのチーズが混ざったベーグルみたいなやつとか、あそうそう、そういったもの、あとあのアスパラとチーズとベーコンが巻かれてるような、ちょっとすごすぎるって、っていう重いね全部。全部重いの、4つ。ちょっと、そんなにご用意いただいて食べれませんでした。ちょっと私やってないなと思って。ね、はい。もう、爆食いです。すげえ。でも、すごいね、その、お母様が本当に。ホスピタリティがちょっとご両親がすごすぎて、いや、なんか、そう、このままだと、負けなんです、僕は。そうだね。あなたはもう、こういうの返せないと思う、ずっと。許せないから、そのために行くっていうところまでなんならあるんで。はいはいはい。でもやっぱ、海の、あ、なんて言うんでしょう、あれは上がりましたね。僕、正直やっぱり、埼玉に誇り持ってる海なし県の人間なんで、海なんてっていうところありましたけど、はい、海って最高かもっていう海っていいね。来月来るんでしょこっちの方。まあでも所詮太平洋の汚ねえ海だから。おい僕が海際に住んでるってヒントだけも与えました。太平洋太平洋側のね。そうだからね、そういうのがあって2日目はまあそういう最高の朝から始まり、うん、いいね。行ったとこ、二日目の行ったとこちらっとご紹介すると、うん、弥彦神社っていう神社ですね。すっごい。弥彦神社。どういう字？矢は、なんか昔の人の名前の矢ですけど、旧字体なんで、はい、出てきた。ここは、すごい良かったですね。泉元矢の矢だ。あ、そうです。はいはい、弥彦神社は、日本の鶏が一覧で飼われてて良かったですね。そんなことある？はい。調べれば出てくると思うんですけど、なんか鶏が、なんか日本産が絶滅の危機に瀕してるから、うん、全国の鶏のその、なんか工賃とかっていうのが全部こう。あ、日本原産の。日本原産のがまとまってたり。ブロイラーとかじゃないやつとかね。へぇー。あとは宝物庫とかが有用で入れたんですけど、うんうん、そこには結構刀剣とか、僕がね、刀剣乱舞とかちょっとやってるところもあって、そういうにわかな部分で、すごいでっけえ刀と言って盛り上がった。鳥でかっ。びっくりしちゃった。そうです。大きな鳥居で。へぇー。あとは、そうですね。なんか同じ大きさなのに、重石と軽石みたいな。あ、出た。そう。結構どこにでもある。って言ったらですけど、結構見たりするんですけど、普通に両方とも重くて、大変だもん。そう、重石とやや重だろって言って切れてます、ずっと。軽いとか抜かすない。あれが軽いことないよね、絶対ない。本当に。京都でもやったけど、重かったもんね。石だもんね。そう。あとは、二日目だと、うん、日本酒の飲み比べしましたね。なんか、ね、あなた結構普通に飲めるからさ。まあ、普通って感じです。強いとは言えないけど。なんか味の感想とかインスタに上げてたもんね。そう、僕があんまり正直日本酒とかって飲まない。やっぱ甘いお酒とかが好きとかっていうのが言ってたんですけど、うん、まあ、せっかくね、新潟に行くんだったらっていうことで、しかも友達が全部運転をしてくれてたので、うん、なんか。酒のイメージあるし。そうそう、やりなよって言ってくれて、うん、500円で、なんか、おチョコ5杯分。はいはい。で、なんか150種類くらい、もう、なんていうの？すげえ。あって、自分のなんか好きなものを、みたいな感じで、やれて、本当に味が全然違うなっていう感動を覚えました。本当？僕日本酒が全然得意じゃなくても。いやー、ワインとかより飲みやすいから、まだいけますね。本当？こう、なんて言うんだろう。その、サーバーみたいな横に、
お酒の説明と店員さんの味のレビューみたいなの書いてあるんですよ。はいはいはい。で、味のレビューとかによく、なんか果物とかが出てくるんですよ。リンゴのような匂いとか。うんうん。ほんとけって思ってたんですよ、正直。うんうん。あ、もうわかるなって思いながら、ずっと飲んでましたね。甘口だったり辛口とか。はぁ。なんで、日本酒、ちょっと自分の中でこの旅行を通じて、いい感じに上がったかなと思います。なんかその、買ったの？会話してない？日本酒は、ちょっともらって、ちょっとそれも飲まないといけないからっていうので、自分用には買ってないですね。友達とかにお土産用で日本酒買いましたけど、はいはい、っていう感じですかね。新潟ね、酒強い人多いイメージだからね。酒どころですからね。酒蔵もいっぱいありました。あ、そうか。あとは、イタリアンってわかります？え、イタリアン？はい。イタリアンはわかりますけど、え、え、イタリア料理のことではなく？ああ、違います。新潟の、台湾ラーメンをイタリアンで頼むと辛くなるとかそういうこと。あ、全然違います。違います。何ですか、はい、新潟でイタリアンっていう、なんか、焼きパスタみたいなご当地料理があって、ちょっとググっていいですか？どうぞ。新潟イタリアンでこれは僕が友達と大学1年生出会った時から友達からずっと話を聞いてたものだったので、これを食べれたっていうのが衝撃というか、やっとかっていう。あ、うまそう！何これ！なんか、パスタにミートソースみたいなかけたやつで、うん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 、で、これの面白いところが、新潟に2つ派閥があるんですよ、お店が。ほうほう。そう、これが、それぞれ、三日月とフレントかなっていうお店。今、三日月見てた。そう。で、僕が行ったのは、フレンドですね、失礼しました。フレンドの方行って、フレンド。友達がこっちの方が好きだからっていうので、元は1つだったんですけど、仲いい人たちが、こう、2つ、両方やってることで、ウェーイみたいな感じで分岐したらしいんですよね。フレンドの。ただこれ、何がすごいって、めちゃくちゃ安い。600円で食えるじゃん。え、もっと安いと思うんですよ。ごめんごめん、期間限定の見てました。全然なんか400円とかこれ、今。全然。しかも大盛りの値段言ってたしね、最悪。確かに、その量は。で、ちなみに、ま、どれくらいだとかっていうと、骨氷さんにしかちょっとお送りできないんで、あれ、なんですが。いや、うまいよ、これは絶対に。グラタン皿みたいなのに、こう、パスタ、太めのパスタ。そうです、そうです。ミートソースみたいな。これは何？焼かれてんの？上から。いや、もうこれは、結構。なんでグラタン皿なんだ？なんかあれですね、もう、多分、両方とも茹でてあるし、っていうかね、すぐ出せるっていうような、本当にファストフードみたいな。写真保存しとくか。動画に載せるかも。もうこれは本当に美味しかった。へえ、でもこれが400円とか。400円も。で、大盛りでも600円やれば足りるぐらい。全然。しかもなんか、この出してる、今回言ったフレンドとかは、本当に安いローカルチェーンみたいな。ローカルファストフードチェーン。うん、なんか何店舗かあるんじゃないですかね。そう。へえ。いや、なんで餃子も一緒に売ってんのかわかんない。餃子もめちゃくちゃうまいらしいんですよね。ええ。そう。だし、ソフトクリームもうまいって言って。餃子安っ。ほんとだ、サンデー売ってる。これが安くて。安っ、全部。うまくて。ラーメンもあるんだね。6時まで。あ、そう。6時までってすごい。ええ。すごい。こういうね、なんかご当地のもの触れるとやっぱり嬉しくなりますよね。なんかそのさ、ご当地フードみたいんじゃなくて、こう、ご当地チェーン行けると嬉しいよね。そう。だからこれがやっぱり、地元の友達が、こう、案内してくれたっていうところはやっぱこういうとこ。もう確かに。ありますよね。なんか何回目かの訪問でやっとたどり着くとこかあるもんね、これ。で、これを食べて、はい、で、その、糸魚川に近くなった時に、なんか友達が、なんかおすすめの、なんか神社があるみたいな話で、急に車降りて、あった神社仏閣。なんですけど、ここがめちゃくちゃ、なんかすごくて、うん、やっぱり、僕が行った時普通に土日だったんで、言うてどこも混んでたんですよ。うん、だから、人でごった返しみたいな感じだったんですけど、うん、その友達が、お勧めしてくれたところは、その、まあ、県の南側の方の海沿いの、なんか、全然観光地じゃないんですよ。ほう。なので、神社に人ゼロ。誰もいないのに、大きな神社みたいなところに行って、なんか、うん、千と千尋の神隠しみたいな。そんなことある？感じで、ちょっと写真だと伝わるかはめちゃくちゃ微妙なんですけど。なんてとこだったんだろう。嘘、ここまで言っといて。こう、さ、聞いてる人に伝える手段がやっぱ名前を言うことじゃないですか。なんか、ね、写真来たわ。広。あら、なんか原風景って感じの。そう、なんか、舞いどころみたいな。なんか、かやぶき屋根のところは、その舞を踊るところらしくて。うん、なんか、かやぶき、ね、そう。ってことは、昔からある建物。なんか多分、白山神社っていうのが市の
ところに新潟市の方にあるんですけど、なんかそれのなんか、うん、なんかなんて言うんでしょうか。まあ、文社みたいな。文社みたいな、そうそうそう。ところだった記憶はあるんですが。で、この神社を抜けた先に、めちゃくちゃこう、いいトンネルと、あの港町の、なんて言ったらいいんでしょう。漁師の人が住むところがあって。ああ、漁師町的なね。いや、漁師町で、町ですよ、お前。え？でもすごい。ああ、はい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 。なんか全部私有地なんじゃないかっていうような家のその集合体みたいなところで。なんか道ももうコンクリートの歩道だね、今送られてきた写真。全部の家鍵開いてた。ドア、玄関。え？前、あ、開けたってこと？ガラガラ。すいません。ガラガラ。すいません。ちょっとチェックですって言って。いやもうなんなら全部網戸みたいになってたんで。ああ、あるね。はいはい。なんかお風呂、の窓、ガン空きで入ってる女の人とか見てた。すごいって思いましたね。ああ、田舎だもん。で、まあ、こういったような田舎の体験をしたりしながら、友達に行って、糸魚川。はい、糸魚川。でも本当に何もしないです。本当に田舎なんで、糸魚川。で、友達のところでお酒飲んで、ご飯食べて、寝て、次の日帰ってっていう流れで、新潟行ってきましたね。え、そっからは、友達が出勤するのと合わせて家出たわけじゃないですか。はいはいはい。どうやって家帰るのここから。家出て、で、その糸魚川駅まで歩きで行けるんですよ。はい。あ、北陸新幹線通ってんだ。そうなんです。糸魚川走って、それで全然戻れたので、それで帰ってきてっていう感じですね。なので、その日、お昼頃に帰って。新潟までは上越新幹線か。あ、そうそうそう。へー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 。富山に行く北陸新幹線が糸魚川通っててっていう感じですね。はい、ほー。結構大旅ね。そう。でかい地図で見ても結構な距離。そう、だからそれを移動してることになるもんね。運転してくれた友達には本当に頭上がらないなっていう。何キロ？やばいよ、これだって。おー。あと、まあ、僕が骨氷さんと比べて、結構、なんて言うんでしょう。あんま出ない人なので、そういう遠方に。そう、だからそういう意味でも、久々になんか遠く行ったなーみたいな感じがして、すごい良かったです。なんかそのさ、近所を運転する、近所っていうかこう、ここら辺を出てする旅行とさ、はい、こう、遠くに行った先でまた長距離移動するって結構違うじゃん。そうですね。僕も九州行って運転した時結構普通にマジで運転楽しかったです。やっぱり、うん、でも何もかも知らないですもんね。そう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 。僕は運転はしたくないけど楽しさはありました。いいな、旅行したいな。もう雪終わるけど。すいませんね。そうね、まだ終わってないですけど、まだ終わってないんですけどね。はい、まあそんな感じで、ちょっと新潟楽しかったよって報告をラジオでしたかったので、ラグがあるけどしました。また行く。新潟に？新潟今度はもう友達のご両親完全攻略をして帰ってまいります。向こうがひるむぐらいのお土産を。本当に。トリュフフォアグラキャビアを持ってまいります。ゴーハローハロー旅立ちの日に風に咲く夢が舞う。まあ、鼻の粘膜を焼いてから1週間半ですか、はい、もう経ちますけども、はい、で1週間とちょっと過ぎた頃コロナ の療養期間が終わった頃に、また耳鼻科に行ったんです。計画どうだったんですか。鼻すすっちゃうと副鼻腔炎になっちゃうかもしれないとのことだったんですけども、はい、まあ、特に大丈夫そうで、おお、よかった、まあ、でも未だに鼻水がねちょいちょい出る。うん、さすがに全盛期ほどこうずっとズルズルじゃないけどやっぱでね、その鼻水が喉に落ちてきてそれで咳出ちゃうのよ、痰出そうとして。ああ嫌な循環。そう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 、まあ、それ収まりさえすればもう完全にもう私は鼻の通りがいい男に。今も声変わってんのか分かんない。先週もさ僕あんまもう結構声戻ってるつもりで収録したんだけど全然でしたね。全然違ったね。まして編集の時にあれあの時めちゃめちゃ違和感だと思った。僕もあの朦朧としてたの収録中はあんまり考えなかったんですけど違う、今も結構違うのかもしれないけどって感じで、はい、はい、うまいことなんとかなりました。ね、鼻詰まりだったりとかに悩む人いっぱいいるでしょうか、聞いてる人にも。なんかでもほとんど花粉症になったって人もなんか多いしね最近ね。ついにかみたいな話ありますね。そうそうそう、まあでもこれでダメだったらあのあれ杉のエキスみたいな、あ、錠剤を毎日飲むやつ、なんかこうあとゼッカー療法みたいなのをやりましょうねって言われて、はい、それはめんどくさい。薬平気で飲み忘れる人間だから結構無理かも。杉花粉毎日だよってね。
と、まあこれまた4月とか5月とかに、はい、楽しみですね。できればと思いますので、はい、その時までお待ちください、私たちはこの後もう一本撮ります。あー日付変わる。胸の奥で鳴り響いている。